3D プリンターで目玉焼きが作れるそうなんで、早速作っていきます。じゃあ早速調理していきます。まずはご自宅にある 3D プリンターを用意してください。次にこれアルミホイル、あとは今回のメインディッシュの卵ですね。今回は80度ぐらいでやってみますか。 3D プリンターの電源を入れます。で、設定画面になるんですが、このベッドという部分を80度にセットします。もうここが80度になれば、でベッドというのはここですね、テーブルの部分です。次にアルミホイルをこのテーブルに敷いていきます。あっつ、これこの辺であっつい。あちゃちゃ、はい、ではお待ちかね、卵を投入していきます。ほれほら、あ、ちょ待て待て、やばいやばい、こっち来んな、こっち来んな、全然うまくいかない。すごい、完成しました、目玉焼きですね。皆さんもフライパンがなくなったら 3D プリンターで目玉焼きを作ってみてください。じゃあ早速ちょっと試食してみましょう。いただきます。うん、普通にうまくて本当に困るわこれ。終わり。